フィリピンのモンデニッシュ、ラッキーミースペシャル、チャーミアン、スパイシービーフフレーバー、揚げ麺に液体ビーフ粉末ソース、火薬、調味料がついています。麺は幅広の扁平断面で、血入れが強いです。若干の気泡感があり、揚げ物の香ばしさがあります。ソースはわずかに醤油の香りがあり、化学調味料の強力な旨味が出ています。ちょっとやりすぎの感もあります。牛肉の香りはほとんどありません。またスパイシーと銘打っていても刺激があまり強くありません。味の構成要素が少なく、最後の方では飽きてきます。意外に具のキャベツと人参は存在感があります。日本の塩焼きそばをうんと取り尽くしたような印象です。野菜をたくさん入れるとドリッサがだいぶ緩和されるでしょう。